まご飯仕掛けてそのままやる。ぐらいは1個差しのイメージ。はい、うん、もうこうやってもうリレースとか、うん、もう左打ち差しの練習した方がいい。周年記念っていうタイトルは取りたかったんで非常に嬉しいです。まあ、あの直近の SG、ボートレースダービーに関してはもう年末でグランプリに向けてみんな必死なんで、僕も負けないように賞金積み重ねてグランプリ目指していきます。徳島支部一同、今後も鳴門ボートレース盛り上げていけるように頑張るんで、ぜひ鳴門ボートレース場まで足を運んでみてください。よろしくお願いします。